皆さんから YouTube でこういただいたコメントって、まあ、毎日結構見たりはするんですけど、なんかまとまった時間ができた時にグワーって結構遡ってまとまって見ることが多いんですね。で、今日ちょっとたまたまその時間があったんでさっき見てたんですけど、で、今家で勉強する方多いと思うんです。このコロナの状況もあるんでね。で、家でなかなか集中できない、家でのその集中できない状況なんとかなりませんかみたいな相談がいっぱい結構あったんですよ。なのでちょっと今回ね、そのテーマで話していきたいと思います。はじめまして、どうも、あいちです。まあ、今回はね、冒頭で話したその勉強環境、家のね、環境の問題について話していくんですけど、これまず住み分けなきゃいけないものがあって、大きくね、その家の勉強の環境だけじゃなくて、自分で変えることができる環境と変えることができない環境ってあるんですよ。で、これちょっと分けて話します。で、まず変えることができる環境、これもすげーシンプル。みんなが勉強してるときね、勉強してるときに視界、みんなが見える範囲にみんなの心を誘惑してくるものもあるじゃん、いろいろ。例えばスマホだったりとか漫画だったりゲームあると思うんだけど、みんなの心を誘惑してくるものが見えるところに置いてませんかっていう。置いてるんだったら絶対変えましょうっていう。これがもう結論です。そんなことは分かってますけどって思う方多いと思います。そうだよね、これは言われてさ、え、そうなんだってなかなかならないでしょ。ね、知ってますね、と言うでしょうねって思うと思うんですけど、なんで改めて言ってるかっていうと、これ例えば100人に同じ話をしたら、まあ、90人以上の方が知ってますよってなるわけですよ。でも実際にそれを聞いてね、そうか、変えなきゃと思って行動する人って1割もいないですよ。多分これ見てくれてる方の中でもほとんどがやらないと思う。うん、言っちゃった。でも人ってなんかだから、そういうもんじゃないと思ってるんですよ。そういうもんじゃないと思ってるし、そういう人をいっぱい見てきた、自分の生徒を見てきたからこそ、自分は結構ね、自分ねやらない人なんですよ。多分今普通にね、中学時代の俺だったら、あ、そうなんだ、あ、そうだよねって言って何も変えない人なんだけど、それじゃダメだなって高校の時に気づいて、逆に人がやらないからこそ自分がやったら差がつけられるじゃないですか。お、チャンスだって。そこにチャンスがあるからね、人がやらないことに関しては。だから多分やってたと思うんだけど、中学の時はやってないです。でも改めて今回その話をしたのは、まあ、やらない人が多いからこそやってほしいっていうのもあるし、やっぱ夏休みに入る直前なので、夏休み、この短いからこそこの夏休みをね、本当に有意義にしてほしいんだ。いや、プラスにしてほしい。それはもう勉強だけしろよっていう話じゃなくて、勉強も例えば息抜きの方も大事なわけ。俺両方大事だと思ってるから、勉強だけしろなんて思ってないから、両方大事なんだけれども、やっぱり勉強を頑張る、やることをやってるからこそ息抜きも楽しくなると思ってるの。こっちをちゃんとやってなかったらさ、なんかそのなんだよ、追い目というか後ろめたさがあるから、その状態で遊ぶのってさ、まあ、楽しいかもしれんよ。でもやることやってから楽しいこと、その息抜きの方に行った方が俺は楽しいと思ってて、そういった意味でもさ、全体が有意義になるじゃん。そしたらやっぱそのためにも、まあ今ね、この前の動画でさ、今この夏休み前は準備運動の期間だって話したけど、この準備運動の期間に勉強の環境っていうのも変えてほしいなと思って喋っております。で、さっきはそのスマホとかも代表的なね、そのゲームとか漫画って話をしたんだけど、実は結構盲点なものもあって、あのね、アイドルとか女の子だと二次元のキャラクターとかでも好きな子、例えばなんだろう、写真とかポスター貼ってる子いると思うのね。あ、全然構わないんだよ、探してとは言わないんだけど、もし勉強してる時にね、それちょっとチラッと目が行くじゃん、きっと。で、目が行ってさ、何も思わなかったらいいんだけど、なんていうのかな、それを見、そのキャラクターを見ることで DVD 見たいなとか、その好きなアイドルを見て、あのライブ映像見たいなって思って、でちょっとそっちに走っちゃったりする方は外した方がいいです。あともう一つが参考書です。自分割とその勉強机のその前とかにあんま参考書置かない方がいいと思ってる人間なんですけど、なんでかっていうと、例えば5教科あるじゃん、国数英理社の5科目あった時に、じゃあ今数学の勉強をしてますと、で結構全体的に勉強が苦手っていう方が結構なりやすいんだけど、数学の勉強してる時に目の前に英語の参考書見えますよね。そうすると何思うかって、勉強してんだよ、しててチラッて見た瞬間に、あ、英語の単語もやんなきゃとか、あ、英語どうしよう、やばいなとか、あ、社会の歴史やべえ、やってないよとか、その参考書を見た瞬間に、今数学の時間なのに英語とか社会とか違うものに一瞬気を取られるんであれば、絶対外した方がいい、置かない方がいいです。これはみんなも納得してくれると思うんだけど、集中って切るのってめちゃくちゃ簡単じゃん。でも集中のスイッチ入れ直すってめちゃくちゃ大変なんだよね。勉強してる時ってこうやっててさ、一瞬なんか気を取られて戻ったらさ、まあ続いてるように感じるでしょ。でも一瞬集中切れてんだよね、その瞬間。違うものに気を取られて戻ってるから、まあ戻れてんならまだ構わないんだけど、でも一瞬でもさ、切れない方がいいじゃん、できる限りは。だったらそうやって一瞬ね、違うものに、まあ、参考書だとしても気を取られてしまうんだったら、置かない方がいいです。
いい。それも含めてちょっとそれは、全員が全員当てはまる話ではないので、例えばその二次元のねポスターとかその参考書にしても、自分がそうなってるなって思う方はそれも含めて考えた方がいい。環境に関しては、いい、勉強環境っていうのはベストはないです。もうこれにして、みんなこの机でこの配置にしてとはないの。その子によって違う。みんな自身が一番分かってるはず。だからこそこの準備運動の期間にちょっとね自分と向き合って、あ、ここはこうした方がいいかなっていうのを考えてみてください。でもう一個はその変えられない環境の方です。まあこっちはすごく難しいとこなんだけど、例えば、勉強部屋がない、まあ、自分の部屋がなかったりとか、あとは、下の兄弟がまだちっちゃかったり、みんながね、まだと自分も年少の子がいるからわかるけど、ちっちゃい子がいるとさ、お姉ちゃんが勉強してるから静かにしなさいって、まあ、難しいわけよ。まあ、赤ちゃんとかいたらもっとそうだよね。きっと赤ちゃんの泣き声がさ、勉強中に響いてうるさいなって思う瞬間があるかもしれない。それはしょうがないんだよ。ストレスかかってるからそう思っちゃうかもしれないんだけど、でもそれって変えらんないじゃん。実際ね、自分妹が一人いるんですけど、自分妹障害者なんですよ。障害持ってて、で結構ちょっと重たい障害持ってるんですけど、でまあみんなもさ、障害持ってる子をね、人生でまあ接したことあるとか見たことあればわかるかもしれないんだけど、ちょっと急に大声出しちゃったりする子もいるでしょ。そういう障害うち持ってて、で割と妹もさ、うちもその家で勉強しててもさ、いきなり叫んじゃったりとかわーってなっちゃったりする子だったわけよ。それがやっぱりこうなんていうの、うるさいなってなる時もあったし、もちろんで自分は結構リビングで勉強してる人だったんで、まあなるわけよ。でもさ、それを嘆いたって変わらないわけ。じゃどう思うかって、いや環境変わらないって、変わらない、しょうがないじゃん。じゃあこの環境で自分がプラスに持っていく、プラスのレベルアップするにはどうやったらいいんだ、どう工夫したらいいんだっていう方に考え方を変えたのね。だってどんなに愚痴ったって変わらないんだもん。考え方変えてさ、自分でプラスにしていくかないなって思ったわけで、いくつか工夫してやってたんだけど、その中でも一番多分みんなにもやりやすい方法が、中間地点を短くする、すごい近いところに中間地点を置くっていうのをやってたのね。どういうことかっていうと、自分はよくさ、勉強するときに今から2時間勉強しますとかって、時間で決めないで量で決めろっていうの。例えば数学のワークをここまでやりますって、ここまでやったら休憩です。それまでが30分で終わろうが2時間かかろうが、ここまで終わんなかったら休憩入れねえぞって絶対決めるんだけど、例えば数学を30問っていうとちょっと遠くない、まあ分かる、人によるかもしれないけど遠いわけよ。でもそれを8問終わったらもう休憩みたいな、つまり中間、休憩に入れる中間地点をすごい手前に置いてたのね。でこれはその学生の時も自分にとって本当にすごい合ってたやり方だったし、社会人になってからね、仕事においてもすごく合ってるなって今思ってるんだけど、そのゴールが近くにあるから、例えばさ、まあなんだろう、普段はねそんなイライラしないのに、勉強の時ってやっぱイライラしやすいから、そのなんか物とかうるさいとか、今妹がうるさいとかなった時にも、でもあとちょっとなんよ、あとちょっとでゴールだから、もうちょっとだから頑張ろうって思える。それがさ、30問設定しちゃうと、例えば5問経った時にさ、そうちょイライラし始めた、うまくいかなくなってきた時に、あと25問って無理じゃん、遠くない、そんな我慢できねえよってなるんだけど、あと3問だったらまあちょっとうんってなってるけど、あと3問頑張ろうみたいな。でそこまで休憩なんだろう、そのチェックポイント行ったらさ、その時に体力あり余ってればちょっと休憩なしで行っちゃいますで続き行ってもいいわけだし、でも休憩するっていう選択肢もあるわけだから、でしかもちゃんと決めたとこまでやってるんで、一種の達成感あるわけ。あ、自分頑張ったなっていう。でそうやって細かいリズムを刻んでいく感じ、そうすると割とそのなんていうかな、ストレスが減っていくというか、あんまりね気になんなくなった、そういう物音とかに関してはね。あと具体的なグッズとしては、まあ耳栓が有名かな。でこうは多分耳栓おすすめして使ってる方もいると思うんだけど、これねぜひ100均とかでも売ってるらしいんで、一回試してみるといいと思う、耳栓に関しては。ただ自分もやってたんだけど合わなかったです。自分はですね、耳栓をしているとですね、自分の心音、あと心臓の音ねとかがちょっと聞こえてくる感じがするんですね。それがすごく苦手で、割と自分こんなことでバッて話してますけど、ちょっと神経質なとこがあって、時計のさ秒針の音ってあるじゃん、俺寝てる時の秒針の音気になりだすと寝れなくなるんよね。まあ、今は寝れるけど、寝れなくなってて、学生の時すごくそれで。で、その、耳栓してる時も、心音の音が気になっちゃって、もうダメなの。完全に集中できてないのがよく分かってるみたいな状況になってたから、自分はダメだったんだけど、でもこれ合う合わないがあるから、選択肢の一個としてはいいと思うので、ぜひやってみてください。で、最後に、そのさっきちょっと話戻るんだけど、誘惑物って話をしたじゃないですか。ない方がいいよって。
スマホあるじゃないですか。多分一番の誘惑物そいつだよね。でさ、YouTube とかもうめちゃくちゃ誘惑の塊でしょ。でさ、自分この活動してるから多分スマホで動画見てくれてる、授業動画見てくれてる方多いと思うよ。概要欄出てくるんだよね。そう、見えちゃうよね。見えちゃうと思うんだけど、でこれが概要欄の方に行っちゃってさ、気づいたらなんか30分他の人の動画見ちゃったよもーんってなってる方もいると思う。自分もよくなるから分かる、気持ちは分かるんだけど、これもね、対策としてはチェックポイントを手前に置くのがすごく有効です。さっきと同じで5問終わった時に、例えば気になったね、動画気になった見ようって、でもあと25問あるとさ、休憩まで遠すぎんだよ。だから見ちゃうんだよ。でもあと3問だったら踏ん張れるかもしれない、可能性は上がる。絶対にこの3問が終わったら見ていいから、今は頑張ろうって。あと動画は見なくても死なないからね、まあ後でも見れるわけだし、だから今すぐ見れなくても死なないわけだから、そこは毎回我慢できなくてもいいね。誘惑に負けちゃった時があってもいいから、でも我慢をするって、休憩ここのチェックポイント行くまでは動画は見んぞって決めて、それをちょっとずつちょっとずつ習慣化していくの。それで割と改善されるから。今みんな、いや無理って、私は誘惑に負けちゃうかもしれないって思うかもしれんけど、人は変われるから、だからぜひその辺をね、意識してやってみてください。ということでね、ちょっとブワッて話してきました。まあ、特にね、答えをブワッて言えてるわけではないんですけれど、何かね、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。